はい、皆さんこんばんは、エンゾです。今日も YouTube を始めたいと思います。今ちょっとストックボイスさんのワールドマーケットで話してたんで、まあ、その時に、ちょっと今回のヘッジファンドのが追い越しちゃったっていう話をしたんで、まあ、その続きをやろうかなというふうに思っています。で、まあ私、遠藤と申します。初めての方いらっしゃると思うんですが、二十数年、為替銀行で、ディーラーやってまして、今は皆さんと同じように個人投資家やってます。で、まあ、執筆したりね、セミナーやったりしてる時のペンネームが遠藤ということで、詳しくは概要欄見てください。で、本日のお品書きということで、野村が損失を出した理由、まあ、野村だけじゃないですけど、クレディ・スイスもね、5000億円ぐらいですか、損失出して、確かクレディ・スイスの収益って3兆円ぐらいじゃないかな。ちょっとすみません、詳しくは分かんないんですが、それだけやっぱり損失出しちゃうと、今回そこの、部門の責任者の首が飛びましたけど、頭取の首も危ないんじゃないかなみたいな思ってるんですけどね、株主から当然突き上げきますよね。はい。で、まあ、アルケゴスっていうファンドが、そういう野村とかクレスイとかゴールドマンとかとやってたのが、実はこのトータルリターンスワップってやつですね。まあ、トータルリターンスワップっていうのは何ですかみたいなことで、まあ、大体こういう損失が出てくるとデリバティブ商品なんですよね。まあ、大概、現物株ってどんなに持ってても、まあ、確かにそこ、信用取引やってたらなんですけど、現物株ってね、例えば100ドルで買った株が20ドルになっても、一応20ドルの価値はありますから、破綻しちゃうっていうようなことはないと思うんですよね。で、このトータルリターンスワップっていうのは、どういうものかっていうと、これ、金融機関とアルケゴスみたいなファンドの間で、デリバティブを行っている、金融派生商品ですね。まあ、それをやってて、例えば、アルケゴスが、その株式のリターンだけ欲しいと。みんな別に例えばアクティビストファンド、村上さんとか、今回ね、東芝の話もありますけど、経営をなんとかしろみたいな、あるいは会社乗っ取っちゃうぞみたいな人たちにとっては議決権、株式の中のその株主総会で票を入れる議決権って重要ですけど、大概の株式投資家って別に議決権いらないじゃないですか。値上がり、配当を取りたい人、優待を取りたい人、それぞれいると思うんですけど、まあ大体8割、7、8割ぐらいは、その値上がり益を欲しいわけですよね。だったら、株式別に保有しなくてもいいじゃん。その株式の値上がり益だけちょうだいよっていうのが、トータルリターンスワップなんですね。で、アルケゴスが、例えばゴールドマンとか、そういうとこと、このトータルリターンスワップの契約を結びますと。そうすると、株を買って、例えば50ドルの株が100ドルになりました。したらその50ドル分の収益だけをこっちに戻してちょうだいよという、そのスワップですね。利益のスワップをするのが、今回のトータルリターンスワップということですね。まあ、もちろんやられたら、その分、証拠金積まなきゃいけないんで、今回はその証拠金が積めなくなっちゃったんで、ゴールドマンがいち早く損切りした、持ってた株を損切りしたということですよね。当然、ゴールドマンとかそういうところにトータルリターンスアップの利益を与える、銀行であるとか、投資銀行っていうのは、どうやってそれを、そのリターンを出すかっていうのは、いろいろやり方あると思うんですけど、やっぱり今回、ブロック取引で株を売ったということは、やっぱり株の現物を保有してた、はずですよね。ですから、その持ってて出た利益を、利益分をそのアルケゴスにこう戻すスワップを結んでいたというのが、トータルリターンスワップです。これ何がいいかっていうと、アルケゴスの方も、アルケゴスってもともとその創立者がちょっとやばい人だったわけじゃないですか、インサイダー取引で。ですから自分が表に出たくないとか、株をいっぱい買った場合って大量保有報告書って出さなきゃいけないですよね、当局に。その大量保有報告で名前が出るのが嫌だとか、まあ、こっそり株の、値上がり益だけ欲しいよっていう人にとっては、この仕組みいいんですね。で、銀行サイドとしても、この最近みたいに、じゃあ株買うお金融資してあげますよって言って、融資したって、今の金利じゃ、ね、0%とか、せいぜい1%とか、そんな感じじゃないですか。それより、そういうリターンスワップだと、多分、ここでごっそり、多分抜いてると思うんですよ。まあ、まるまる、その、50ドル値上がりしたから、50ドル分の利益上げますってことではなくて、
その分レバレッジ、信用を供与してあげて、いっぱい株買わせてあげるから、ちょっとうちらにいっぱい抜かせてよって言って、だいたいデリバティブ商品ってなんで銀行にとっておいしいかっていうと、正確な数字が、その、ね、プライスが出ないんで、ぶち抜けるわけなんですよね。昔はね、その元本の10%抜いたとかいう、ひどいデリバティブ商品もありましたけどね。だから、1000億分の、資産を買ったら、100億手数料としてぶち抜くみたいな、そんな、乱暴なことが、まあ、30年ぐらい前ですけどね、2、30年前はまかり通ってたっていう恐ろしい商品なわけですよ。で、まあ、一つこれ参考になるかどうかわかんないんですけど、まあ、このクレジットデフォルトスワップなんかも、トータルリターンスワップではないですけど、まあ、それの一種かなっていう感じはしますよね。これなんか、東京証券取引所、JPX のホームページなんですけど、これ見てると、トータル、クレジットデフォルトスワップっていうのが、出てますね。まあ、これは、要は、日本国国債のを持ってる人が、もし日本国が破綻して、その国債がゼロになっちゃったら、その分、損失を補填してよって保険みたいなもんなんで、じゃあ、その保険料に、いくら払いますかっていうことで、ここは今、それは45ベーシス、だから0.45%ですね。元本の、0.45%の保険料を払えば、その分、もしその国債が破綻しても、利益を上げるよっていうプロテクション、まあ言ってみればプロテクションって言って保険を売ってるわけなんですよね。だいたいこれ、まあトータルリターンスワップではないんですけど、だいたいこんなような、利益をこう何かに対する利益、あるいは損失を補填、カバーしますよっていう商品なんかが、こういうものになっています。で、まあ、このクレジットデフォルトスワップなんてね、破綻しそうな国って、4000%と、だから40、元本の40%を払わなきゃ保証しませんみたいな、まあ、大体先進国って、ドイツなんかは財政がすごくいいんで0.3%とか、まあ、高くても0.6%ぐらい、まあ、もちろん、マーケットが、ビッグ指数が上がったりして、マーケットが結構ボラタリティになって、なんとか危機とか言うと、世界的にこう、クレジットがいい、先進国でもちょっとじわっと上がってくるんですけど、まあ大体平時では、まあここ日本は0.65とかなってますけど、大体0.3ぐらいから0.6とか0.7ぐらいの間ですよね。うん、で、まあ日本はちょっと先進国の中ではやや高めみたいな、そんな感じになってます。で、まあ、ウォーレン・バフェットさんなんかね、2003年にこの、トータルリターンスワップは金融業界の大量破壊兵器だから、今すぐやめるべしみたいなことを言ってましたけど、まあ、そんな感じで、今回みたいに、この話が出てくると、また民主党政権なんで、ウォール街の規制とか、をかけてくるかもしれない。むしろその規制によって、レバレッジの比率が下がることによって、まあ、規制が起こる前にもうみんなすでに、あ、そろそろこいつはやばいぞみたいになってくると、その信用を絞ってきますから、やっぱりちょっと資産の右肩上がりっていうのが、そういうことによって、抑えられる可能性っていうのは十分にあると思うんで、この問題、一旦は終わってて、リーマンショックみたいにはならないとは今のところ思いますけど、このトータルのリターンスアップやってるところ多分多いと思うんで、やっぱりそこの規制とか、あるいはマーケットが大きく動いた時の損失がまた出てくる可能性というところもあるんで、ちょっと頭の隅にそういうことを入れといた方がいいかなと。で、せっかく FRB が、この YouTube でもお話しましたけど、FRB がアメリカの銀行の配当と自社株買いの規制が今まであったんですが、リーマンショック以降、それをもう解除するよって言った途端に、こういうことをまたやらかしてしまったなっていう感じになると、また規制しろみたいな、まあ、特に今ね、民主党政権なんで、民主党はどちらかというと、ウォール街に対して厳しいんで、また規制のニュースが出てくるかもしれません。で、まあ、イエレンさんなんでね、イエレンさん、まあ、どちらか、イエレンさん自体は民主党員なんで、やっぱり、なんて言ったらいいのかな。で、もともと労働経済学の学者なんで、すべての人が貧富の差をなくしたいみたいな、まあ、イエレンさんとかね、パウエルさん、比較的なんか、その金融界の、ね、ゴリゴリの、貪欲な人たちの中にいると、やっぱりいい人そうじゃないですか。まあ、そういう使命を持ってやってるんで、まあ、こういう金融業界がまた追い手をすると、
ちょっと規制が入るんじゃないかなっていうのは、そこら辺はちょっと嫌なところではありますね。はい、まあ、ちょっとトータルリターンスワップ、また、クレジットデフォルトスワップとか、そこら辺のデリバティブの話ってね、めんどくせえんで、ちょっとずつちょっとずつまた皆さんにもお伝えしていきたいかなと思います。で、お尻長きの2が、何でしたっけ、貿易収支。アメリカの貿易収支は、貿易赤字の拡大が景気がいい証拠っていう、でも、ちょっと景気が良くなるとアメリカ人ね、リボ払いでクレジットカードでバンバン、買い物するんですよ。買い物するとアメリカって生産能力がないじゃないですか。製造業もうやめちゃったから、そうすると輸入が増えると。そうするとどんなにトランプが吠えても中国から輸入が増えちゃうぞみたいな、まあそういう悪循環ですよね。で、見事に景気いいんだなっていう感じです。このデフィシットっていうのは赤字ですよね。で、これが、日本みたいに黒字だとサープラスっていうんですけど、71.1ビリオン。ビリオンっていうのは、10億ドルなんで、これは711億ドル。まあ、だいたい8兆円ぐらいですかね。貿易赤字8兆円ですということで、前月より4.8%増えましたっていうことで、エクスポート、輸出の方がマイナス2.6%。これはやっぱりちょっと世界的にね、まだ伸びてないんで、まあ、これが、1873億ドルということで、まあ、大体、19兆ぐらい、輸出してるんですけど、インポート、輸入の方が2583億ドルということで、26兆円ぐらい。ということで、まあ、これ赤字減ってるんですけど、それほど減ってないですよね。だから、やっぱり景気が良くなると、アメリカって物買うんで、赤字が広がってくわけなんですよ。だから、結構貿易赤字増えてきますよね。で、貿易赤字増えて何が困るのっていうのは、アメリカの場合なんですけど、正直言って困りません、全然。なぜならば、アメリカって双子の赤字ってなってるんですけど、財政も赤字で貿易も赤字で、アメリカ赤字だろうっていうことなんですけど、まずアメリカって基軸通貨のドルを持ってるじゃないですか。だから赤字になったらドルいっぱいすりゃいいんでしょみたいな感じで、どん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 ドルをすれば基本的にはいくらでも赤字を増やせるっていう、まあマーケットがドルを受け取ってくれる限りはっていうところですよね。だそこが基軸通貨国っていうのは、その国の力以上なものを発揮できる。だって例えば日本だったら、石油買わなきゃなんない、なんかを輸入しなきゃいけないってドルで輸入するわけですから、日銀はドルすれないですよね。したらそのドルをどこから稼いでこなきゃいけない。だから一生懸命輸出するっていうことをしなきゃ、他の国、アメリカ以外の全ての国は、輸入をするためにはやっぱり外貨を稼がなきゃいけない。で、もちろん外貨を稼がなくても借り入れっていうのはできますけど、どんどん借りることって永久に借りることは無理じゃないですか。ですからアメリカだけはそのどんどん赤字を膨らましても、どんどんドルすれやみたいな感じで、ドルをすればいくらでも物が買える。だからアメリカ人は、クレジットカードのリボ払いで毎月毎月赤字を増やす。でもそうやってアメリカ人が、浪費してくれないと世界の経済回らないという、まあちょっと出口のない、ループに陥ってるわけなんですが、まあそうやってアメリカが、まあある意味機関車になってるって言えばいい感じなんでしょうかね。まあそういうところはあるんで、まあまあ、アメリカの赤字も適度に、で、皆さんがアメリカのドルを受け取ってくれるうちは、この無限ループっていうのは、続くかなということで、じゃあそのアメリカってその赤字分どこから補填するんですかっていうと、やっぱり無限にすれないんで、やっぱりアメリカにお金を還流させてくる仕組みがあるわけですね。まあそれについてはちょっとまた次回、アメリカのその赤字の補填はどうするかっていうことはまた次回お話ししたいと思います。で、3番目が、お品書きさんということで、まあ金利が、そうですね、要は金利が、上昇が一服して、ドルの上昇一服はみたいな感じなんですけど、ちょっとチャート見てみましょうか。金利ということで、10年債利回りを見てみましょうね。皆さんもよくご存知の。どうも1.8%のところって、2回頂点をつけて、まあ、ちょっと落ちてきてますよね。1.65%ぐらい。まあ、それで、ここ2日間ぐらい金利が落ちてるんで、ドルも弱いと。まあ、そういう解釈でいいと思うんですよね。まあ、ただ、2日間、昨日、一昨日と2日間、ニューヨーク時間に入ると、ドル円ぶち売られたっていう、
実際誰が売ってるのかっていうのはちょっと正直言って分かりません。年金じゃないかっていう株の方はね、話もあったんで、で、まあ、今日の、ストックボイスさんの話では、先週ドル円が上がったのは、日立がアメリカの会社1兆円で買うから上がって、今回は、東芝が、イギリスのファンドに2兆円で買われるから、ポンド円が売られるみたいな、まあ、そうじゃないですかみたいな、まあ、それは半分ジョークですよ、言いましたけど、まあまあ、そのうちそういう球も出てくるかもしれないですよね。ただ1.6%完全に割れて1.57とか58を抜けてさらに金利が下がっていくか1.4ぐらいまで落ちるかっていうとちょっと今んとこそんな感じでもないかな。まあそうなるためにはちょっと株が落ちたりしてちょっとリスクオフにならなきゃいけないかなと思うんですよね。で、見ていただきたいのはここなんですよね。この2年債の金利ってベターって張り付いてるじゃないですか。0.15ぐらいに。これってまさに2年債っていうのは、要はアメリカの金利、政策金利によってほぼ同じように動くんで、アメリカの政策金利って今0から0.25%なんで、その間に、じゃあまだ利上げはないよっていうところなんですね。でも、5年債とか10年債、5年債もこうやって上がってきてますよね。10年債と同じ経路をたどってるってことは、やっぱり長期金利の方では、やっぱりちょっと利上げを織り込みつつあるのかなという感じになってます。実際、先週の雇用統計の後っていうのは、まあ、2023年以降まで利上げがないっていうふうに今まで見てたんですけど、2022年にティーパリングやって、2023年は2回ぐらい、利上げをするんじゃないかっていうような勢いで、短期金融市場を織り込んでたんで、まあまあ、そこら辺の、金利の織り込みが、ちょっと行き過ぎたんで、今週は、金利が、落ち始めてる。まあ、そこまではないんじゃない？やっぱり、そんなすぐに金利は下がらないけど、ここから上もバンバン行く感じではないんじゃないの？というところが、今回の金利の頭打ち。で、まあ、ドル円も、一旦やっぱり111円のところを抜けられずに落ちてきてるということで、まあ、ちょっと110円抜けちゃったんで、次は109円の30、40ですね。まあ、ここら辺まで落ちるかどうか。一旦まあ9円の60、70あたり抜けたら、9円の30、40ぐらいまでいくと思うんで、中期的にはそこのところが抜けられるかどうかというところだと思います。あまり言っちゃうとね、ちょっとメルマガの方に申し訳ないんで、今日はここら辺にしておきたいと思います。もし動画の方、よろしければ、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また、次回、お願いします。